藤澄香です。綺麗に痩せるための方法、その理由についてお伝えしていきます。前回ですね、私佐藤澄香が2020年5月の11日月曜日からファスティングを取り組んでいきますという宣言をさせていただいているんですけれども、今回はですね、その取り込むファスティングのその効果の理由ですね。なぜファスティングをすると綺麗に、しかも健康で自然に痩せることができて、しかもデトックスまでできるのかというその理由を、ちょっとここで少しね、皆様に詳しくお伝えしていきますね。まずファスティングというのは体の大掃除なんですよというお話を、させていただきました。でそこで筋肉を落として痩せたのではなくて、体内にあるこの脂肪を落とすことで結果自然に痩せていくんですよというお話なんですね。でその脂肪といっても、その内臓脂肪ですね、内臓脂肪の中、その脂肪の中に老廃物、要はこう有害な物質ですね。例えば今でしたら PM のようなこう大気汚染、まあ、空気中から来る、大気から来る、そういった物質であったりですとか、こう気をつけていても微量なりともやはり農薬であったり、気をつけていても食品添加物であったり、そういったものは知らず知らずのうちに体内に溜め込んでしまってるんですよっていうことから、その溜め込んだものが脂肪の中にその溶け込んでいるわけです。その汚れた脂肪をこの体内から出したいって思いませんか？私はなので、私のそのファスティングの目的は、体内に溜め込んだその有害物質を含んでいる脂肪だけを体からこう出したいんですね。でそのおかげで、痩せ体質にもなれますし、結果、まあ、体重が減っていく、この体型をキープできているっていうのはファスティングのおかげなんですね。腸内環境です。腸内環境が良いからなんです。そしてそのファスティングをするその理由は、体内酵素を上手に味方につけることなんですね。で皆さんの酵素、ね、聞かれたこと、あると思うんですけれども、私たちの体にはですね、もともと体内酵素と呼ばれる酵素が備わっていて、まあ、これは残念ながら加齢とともにね、その量分減っていくんですけれども、まあ、大なり小なり体内酵素がちゃんとこうあるわけです。でこの酵素が主に2つの働きをしてくれているんです。で1つは消化、食べたものを吸収して消化する働き。でもう一方では、その、消化吸収したものをそのエネルギーにこう変える、代謝ですよね、エネルギーに変えていらないものを排泄する力が、まあ、代謝酵素になるわけです。でこのもともと備わっているこの体内酵素を、普段私たちはその消化に使い、また代謝に使うわけなんです。ただ食べ過ぎてしまった時ですとか、ストレスでですね止まらない方とかは、その体内酵素がほとんど消化に使い果たしてしまっていらっしゃるわけですから、こういった筋肉の組織とか、こう傷ついた細胞の組織をこう修復して、いらないその有害物質をこう体内にこう出す代謝酵素がもうこう残っていないんですよね。そうすると、まあ、例えば私のサロン腰痛でお越しのこと方も多いんですけれども、その筋肉が修復されないわけですから、なかなか痛めたその、まあ、お腰であったり、股関節周りであったりですね、肩であったり、そういったその痛んだところがこう修復できないまま、翌朝を迎えて、また翌朝迎えて の, その繰り返しになって、それは要は悪循環なんですよ。でそういった方というのは治りが遅いんです。なぜかというと、ご自分で治す力がガクンと落ちてらっしゃるわけなんですよね。
そしてその、まあ、体内酵素はもともとお体にある酵素なんですけれども、私たちはこう日頃食べ物で酵素を取りますよね。生野菜であったりフルーツであったり、要は食べ物から酵素を取るんですけれども、この食物のその酵素は消化には働きかけますが、代謝には働きかけることはないんですね。ということはですね、その日頃からお食事気をつけてらっしゃる方は、まあ、食べ物からその消化酵素は補えるんだけれども、その代謝酵素には変わらないわけですから、その、まあ、代謝酵素の量をその食べ物の消化酵素で、まあ、補ってあげるっていうのはできますよね。なぜかというと、その体内酵素の量は決まってますから、そこで全部消化に使ってしまうと代謝がないんですけれども、食べ物でその消化酵素を増やしてあげることで、代謝酵素、体内にもともとあるその代謝酵素を無駄遣いせずに済みますよね。そういった点ではいいんです。ただそれでも代謝酵素 の、 その数を増やすという点においてファスティングが有効なんですよ。なぜかというとですね、ファスティング中は食べ物を、取らないわけですから、体内酵素を消化に一切使わず、まるまる代謝酵素へと使ってあげることができるんです。すごいことなんですね。もう体内でものすごいいろんないい変化が起こるんですけれども、そのファスティングをすることで、もともとある酵素、体内酵素を全部代謝に使っていきましょうということなんです。その結果、あなたの代謝はますます上がりますし、もう細胞レベルで若返る。で、その痩せ体質に変わるわけですよね。腸内環境のその腸内細菌がこう善玉菌に変わっていくわけですから、痩せ体質を手に入れた結果、体重が自然に落ちましたっていうお話なんです。すごいことなんですね。この酵素をいかに代謝酵素にこう味方につけてあげるかっていうのがポイント、理由なんです。そしてそうですね、この酵素を味方にこうつけていくことで、その時々ですね、やはりその常に私たちは酵素を消化、代謝にこう使うわけですから、消化酵素を増やしてあげるという意味でも、日頃のお食事はその酵素を十分にとっていただきたいので、まあ、例えて言うならこう日常の毎日される、まあ、お掃除のようなものですよね。そしてじゃあファスティングは何かというと、大掃除です。年末年始にする大掃除であったり、定期的にする断捨離であったり、いやもう根こそぎですね、しっかりと、お体の中から大掃除してあげることで、すっきりとですね、見晴らしのいい環境、お部屋って気持ちいいですよね。それと同じように、あなたのお体の中もきれいに大掃除してあげることを、こう定期的に行ってあげる必要があるんです。目安はだいたい3ヶ月に一度ぐらいのペースで、私この3日間ファスティングするんですけれども、やっぱり定期的にお掃除をしてあげる、イコールそれは何かというと、その体内酵素を全部消化に使わずに代謝の方に使ってあげましょうということです。さあいかがだったでしょうか。では私佐藤澄香はいよいよ明日2020年5月の11日月曜日から、ファスティングプログラムを楽しみながら、チャレンジ、取り組んでまいります。あとこのファスティングのお話を聞かれて、ファスティングって何だろうですとか、ファスティング興味ありますという方は、この詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、皆様はそちらからご登録されて、私までご相談されていらっしゃいます。私から一つ一つ丁寧にお答えさせていただいております。またこの動画のお話をですね、こう繰り返しご覧いただいて、
繰り返し思い出してください。あなたご自身とあなたの大切なご家族を守るためにぜひお役立てください。またこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。